死を予言する星、死長生は霊の頭上に落ちようとしていた。ラオウに飛行をつかれた霊の余命は3日。ラオウとの死闘の中で間宮への愛を確かめた霊は、彼女をある紋章の呪縛から解き放とうとしていた。間宮の肩にあるユダの紋章、ユダ、なんと六聖剣の一人、妖精の男。かつて間宮の両親を殺し、間宮に戦うことを宿命づけた男。間宮はその紋章ゆえ、女の幸せを捨てねばならなかった。レイは残り少ない命を懸けてユダを倒そうとする。だがレイは知らない。マミヤもまた視聴生を見ていること。ケンシロウもそんな友の最後を見届けるためユダの町に乗り込む。人のために生きる犠牲のレイ。神よ、この男に今ひとたびの時を。レイ、大丈夫か？今俺はどんな苦痛にも耐えられる。お前ならわかるだろう。第8話、なんと六星光る。言っておく、北斗神拳は無敵だ。ユダ、俺の最後を飾るにふさわしい男だ。行こう、ケン。俺には時間がない。激しい戦いに耐えられる状態ではない。一撃でも受ければ取り返しのつかない傷を負うことになる。この門を越えればユダの町だが、
だけどこの舞台で貴様らごときぶっ殺してやるわ。所詮はチンピラ集団に過ぎんな。奴らは扉の奥か。
り上がれ。せっかいなやつね。やろうや。
やろう。ここでくたばりやがれ。Thank you.
様の突きかけた刃は間に合うまい。まさか間宮の裏か。聞こえるユダの嘲笑う声が。Yeah!
進撃恐るるに足らず。それで俺に勝ったつもりか、愚か者が。俺はこのまま死んでいくのか。いや、まだ方法はある。ある飛行をつくことで少しだけ命を伸ばすことができる。
しかしその飛行をつけば全身を襲う激痛は今の数倍になる。その苦痛から今すぐ逃れる方法もある。間宮さんから託された薬、死だ。選ぶがよい。頼む、トキ。始める前にこれを渡しておこう。苦痛に耐えられぬ時、飲むがいい。ラオウがついた飛行神結集に対応する飛行は一つ、心霊台。ユダに捕らえられています。ユダとの決着は俺がつける。俺様は妖精のユダ。何の知略も持たずにここへ来たと思ったか。何をしたユダ。この村の豊富な水を逆に利用してやったのよ。ダムを爆破したのか。せき止めるのだ。また土俵のない人を増やすつもりか。
上がれ。なんと降格圏奥義決勝士、なんと水長圏奥義気象迫ね。部下、だが俺はこなしに勝てません。ユダ、俺はずっと幻影を追っていた。お前を、そして美しいなんと水長剣の舞を。俺がただ一人この世で認めた男、せめてその胸の中で。さらばだ。なんと六星剣伝承者、妖精のユダ。とうとう最後の時が来たらしい。レイ、いいか、市長生が頭上に落ちる日まで精一杯生きろ。たとえ一瞬でもいい。女として生きろ。女の幸福を求めるのだ。さらばだ。来てはならぬ。俺はお前にだけは俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない。幸せにな。you
忘れはせぬ。お前もまた、良きとも真と同じく、俺の中に生き続ける。どうした、間宮さん。お、星が、あの星が見えない。視聴性が消えた。